このマーブル模様のパンケーキか。先日、お前と共にネロに作り方を教わったものだ。今から中央の魔法使いにも食べさせるが、ふん。最初の一枚はお前にやろう。冷めないうちに食べなさい。私にバレンタインのお返しを。 ありがとうございます、賢者様。中央に来てからは肩書き上気兼ねないプレゼント交換の機会を作ることが難しくてだからこそ賢者様とこうしてお互いの思いを分かち合えることが幸せです俺がソワソワしてる理由言っていいのかそれなら言うがいつ先月の礼を渡したら あんたが最高に喜んでくれるかなって考えてるからさ <laughs> ほら、あんたにもソワソワが映っちまったソワソワしながら最高のタイミングを待っててくれホワイトデーというのはバレンタインのお返しをもらえる日だそうですね見返りを自分から求めるのは褒められたことではありませんだけど もしもお返しをいただけることになったらとても大切に心を込めて受け取りますここ数日は皆そわそわしておったのそなたにどんなお返しをするか悩んでおったのじゃろうというわけで賢者ちゃん我らからのお返しじゃ賢者ちゃんいいものあげる この間のお返しなのじゃが、中身は何だと思う正解は、かわいいキャンディーの詰め合わせじゃほほほ、喜んでもらえたようで安心したぞ。今日は、賢者様にお返しを渡す日らしいですね。どうして、ホワイトデーなんですかホワイトなんて嫌な名前ですよね。 賢者様デーに変えた方がいいですよ。あなたもその方が気分悪くないでしょ少しの贈り物でそんなにたくさんお返しをもらえるなんて、どんな手を使ったの魔法者には簡単に騙せそうな奴がたくさんいるもんね。みんなバカみたい。もしかして、僕からのお返しも期待してるわけ へえ。じゃあ、とっておきのをあげようかな。はは、てめえのお返しも香水かよ。俺に合いそうな香りを選んだってどれどれへえ、悪くねえな。ほら、てめえももっと近くに来いよ。 自分の選択が本当に俺様に合ってたのか、確かめてみな。チョコレートのお返しは何がいいと東の魔法使いたちに聞いたら、シノからあれこれとリクエストされたよ。どうやらヒースやネロの分も含まれているらしい。これからそのリクエストされたものを買いに行くんだが、賢者も一緒に行くか。君へのお返しも渡したいしな。 もらったものはちゃんと返すあんたからのチョコも言葉もしっかり受け取れよ賢者いつもは賢者様に頼ってばかりですから今日は俺があなたをエスコートさせてください一緒においしいご飯を食べてとっておきの景色を眺めて <laughs> その先はまだ秘密なんですけど あなたに喜んでもらえますようにでは賢者様お手をどうぞ友チョコのお返ししなくちゃと思って一応歌詞を作ったんだけどやっぱりこれ渡したら俺からも友達って認めてることになるよなあなんかそれはさすがにこっぱずかしくて気が引けてさ 絶対に喜ばれるって。うーん。いや、でもなぁ。日頃の感謝を込めて、私からは少し刺激的なひと,ときをあなたに。あなたのための特別な言葉、行為、贈り物。ここに全てをご用意しております。<laughs> どうか心ゆくまでお楽しみください。わー、俺の顔のクッキーだ。西の国だと時々売ってるもんね。世紀の知恵者、ムルにあやかったグッズ。じゃあ早速、いただきまーす。あ <laughs> 俺の顔真っ二つになっちゃった。 先月のお礼に本日は、この西の魔法使いクロエが、賢者様を刺激的で楽しい街に誘いましょう。どううまくエスコートできてたでしょこの日のために、ラスティカと一緒にたくさん練習したんだ。今日は、西の国流のおもてなし、存分に味わってね。 先日のチョコレートのお返しですか嬉しいな。賢者様が僕のことを思って選んでくださったなんて。では、次は僕がこの贈り物のお礼を。あ、はは。このままでは僕と賢者様の両手がお返しのお返しでいっぱいになってしまいますね。はい、賢者様。 バレンタインのお礼。えこれも施し勝い嫌だな。そんなわけないじゃない。あれは言葉のあやってやつだよ。これは、俺の混じり気のないピュアな気持ちからの贈り物。この間、北の魔法使いさんたちが食べたチョコの羊のお返しだって、スノー様とホワイト様が、 クッキーにお絵描きできる珍しいインクをくれたんですけど勝手に食べられちゃった場合でもチョコをあげたことになるんですかね以前は相談に乗っていただきありがとうございましたおかげでミチルとルチルに喜んでもらえました一つだけ想定外だったのが素敵なお返しをもらったからそれのお返し ということでまた贈り物を2人がくれてお返しのお返しには何を返すのがいいんでしょうかわすごく綺麗なビー玉どれもキラキラしてて綺麗あこれとか前に賢者様と一緒に見た月に似ています 素敵なお返しを、ありがとうございます。